b ー d l ルガービーは Linux、とりわけデビアンにて業績を残すコンピュータスペシャリストである。彼はヒューレットパッカードの Linux 部門 CTO を長らく務めた後、現在ソフトウェアインザパブリックインタレストの会長を務めている。彼は1990年代中頃からの d e ア i a n プロジェクト初期からの d e ア i a n 開発者である。彼は 1995年に master.debian.org という名前を持つオリジナルの開発者用サーバーを構築した。彼は2002年から2003年の1年間デビアンプロジェクトリーダーを務めた。彼は1期目の任期を務めた後、次期 DPL 選挙に出馬したが当選しなかった最初の DPL であった。彼は2004年7月29日から デビアンへの寄付を集めるための非営利組織、ソフトウェアインザパブリックインタレストの理事を務め、2006年8月1日からは、その会長に選出されている。2008年9月、彼は、フランスのフロスイベントパリキャピーターレイジュリブレにて、その年のフロスを代表する人物であるとして、ルテス・ドール賞を受賞している。彼は、また、アマチュア無線愛好家であり、アンサット、 トゥーソンアマチュアパケットラジオ、そしてアメリカ無線中継連盟のメンバーである。彼の名前、ブデールは、バークスデールの短縮系であり、彼の外祖父アルフレッド・ディ・バークスデールに敬意を表し与えられた。2009年のリナックス、カンフ、au にて、彼は27年間蓄えた立派な髭を、リーナ・ストーバルズに剃られてしまった。もっともこれは、 タスマニアデビルの疾病の一つ、デビル顔面腫瘍性疾患研究に関する寄付のための一環である。両者はオーストラリアドルにして3万5000ドルから4万ドルを寄付している。2011年3月、彼はフリーダムバックスファンデーションの理事会への加入、並びに技術顧問理事会の理事長に就任することを承諾した。二千十二年七月、彼は ヒューレット・パッカード社を退職した。2013年、彼はサムソン社オープンソースグループのシニアアドバイザーをパートタイマーとして勤務した。2015年、彼はヒューレット・パッカード社に復職し、HP フェローとして CT オフィスに勤務している。ありがとうございます。